ホーム AV 機器事業部から製造、発売されていたハイコンポのブランド名。1998年に初代フィル XNT7MD 及び上位機種 XNT9MD が発売された。この2機種は各コンポーネントが単品販売されており、 一般的な高級オーディオと同じくユーザーが必要な装置のみを選択して組み合わせることが可能であった。1999年には CD レコーダーがラインナップに加わった。2000年には一体型システムである XRS7 が発売された。同年初代フィルの後継機として XNT77MD 及び XNT99MD が発売。 さらに CD レコーダー内蔵一体型システムである XRS-QR が発売された。2001年には XRS-7 の後継機として XRS-77 及びその上位機種 XRS-77 Pro が発売されている。2002年に発売された一体型システム XRS-70 をもってフィルの販売は終了した。 ロゴに添えられたワイドレンジシステムの一文が示すように一般的なミニコンポをはるかに超える周波数特性を誇った。またカタログ等に記載されたナチュラルサウンドシステムの言葉の通り耳あたりの良い音質が特徴であった。電源ケーブルが曲線表示付きの着脱式になるなど初代からより一層の高音質化が図られた。また初代に比べ色調が 若干明るめのものに変更された。ありがとうございます。